お元気様です。久留米市中須の平と申します。まあ、500人とかですね、指導していきますと、本当にいろいろな生徒と出会いますけれども、まあ、今回は、数学の勉強ということで、まあ、実際にその数学ができなかった子のお話をしていきたいというふうに思っております。そうですね、まあ、オンラインとかでも、数学の、まあ、うちの数学の先生たちが、指導してくれたりはしてますので、まあ、N 学そういったのは申し込んでもらっていいと思います。ですね。まあ、一応、おすすめは学びエイド。まあ、学びエイドのですね、香川先生とか数学すごくいいですので、それを受けることはおすすめします。ただ、まあ、映像授業だけではやっぱりこういろいろ質問が出てくるんですよね。授業を受けても、本当にすごい先生です。学びエイドの数学の先生たち、まあ、数学に限らずですけれども。すごい先生が揃っているんですけれども、やっぱそれでもこう、なんというか、100% マッチするかっていうと、そこは難しいところがあるので、まあ、どうしてもその分からない部分を個別で指導はしております。はい。ということで、今日は、早速行きましょう。よいしょ。よいしょ。あら。よ。まあ、実際に、教えていた生徒で東京理科大学に合格した生徒さんですね。2005年ぐらいだったかなに合格したんですけれども、実はこの生徒さん、まあ、その時に私が働いていた個別指導の塾で、まあ、お隣の佐賀県でですね、一番偏差値の低い私立高校の生徒さんでした。で、まあ、ちなみにその学校の名誉のために言っておきますと、中高一貫の学校で、中学1年生から中高一貫クラスの子は優秀なんですよ。あの学校別にレベル低くないじゃんっていうふうに思われるかもしれないですけれども、そこに高校入試から入っていった子たちで、高校入試の偏差値表ではもう佐賀県では一番低いんですね。で、ちなみに私が働いていた高校っていうのも一番地域では偏差値が低いところで、掛け算の工夫ができないんです。当然ここも掛け算の工夫ができない子たちが集まるところです。どんな風に掛け算の九九できないかっていうと、まあ、初回の授業で掛け算の九九のテストをやるんですね。さすがに先生、これ舐めすぎですよって言ってからクラスから文句がバーって出るんですよ。高校1年生ですね。ところが、制限時間内に掛け算の九九のようできないんですね。ほら、できないじゃないかと。小学生だってこの時間内に解けるのに、なぜ掛け算の九九ができないのかっていうふうに聞くんですけども、みんなこう、だんまりで。で、授業中にこう、当てるわけですよ。6×2 いくつやーっていうようなことで聞くと、ですね、6×2 はですね、2×6 と一緒ですから、あ、2×6=12だから、6×2 は12ですというように答えるわけですね。ということは、何なのかというと、掛け算の九九の表を半分だけ覚えて、それで高校受験しに来てるわけです。そして、数字が小さい数かけ大きい数だけ覚えて、で、大きい数かけ小さい数が出てきたら、それをひっくり返してやるっていうことなので、まあ、時間がかかってしまうということで、掛け算の九九表ぐらいはもう全部覚えなさいよということなんですけどですね。まあ、そういう生徒が集まる学校でした。で、その子はもう中学生の時ずっと剣道とかやってて、もう全然勉強する暇がなくて、もうボロボロな状態でしたので、まあ本人すごく悔しかったんですね。で、その塾、私が働いていた個別指導塾の中学部の先生から、預けられて、私が高校1年生から数学をだけ見ることになりました。で、数学見ていたらですね、ボーンと数学上がるわけですよ。まあ、私のやり方ですけれども、まあ、その子が使っていたチャートとかですね、まあ、こういうのを使って、させていましたらば、ボーンと数学の偏差値が70とか80とか上がっていきました。全然できない子なんですよね。全然できない子だけども、できるわけです。まあそのやり方を今日は教えていきますけれども、まあ当然のごとく中高一貫の優秀な子たちも全部追い抜いて学年1位。で、佐賀県知事賞をもらってですね、もう知事さんってこんな仕事もやってるんですね。知事賞をもらって東京理科大学も合格しました。で、数学の偏差値70とか80とかですね。で、ところが、私が最初教え始めて、偏差値が70とか80とか高校1年生の段階で上がり始めたので、本人はよく分かったということでですね、やり方が分かったということで、物理とか科学のチャートとかを同じく買い込んで、徹底的にやり始めてですね、
物理や化学まで数学の偏差値が70代とか、偏差値が70代とかになってるわけですね。すごいなと思ってですね。はい。ということで、今日はちょっと数学の話をしてみたいと思いますが、よいしょ。よいしょ。はい。この問題解けますでしょうか。x4 乗足す x の2乗足すの1を因数分解せよという問題ですね。まあ、これができるかどうか注目です。さあどうでしょう。高校1年生の初っ端に出てくるやつです。まあ、今年はコロナでずれ込んでますけどですね。本当なら高校1年生が4月にこの問題を学校でやらされているわけですが、ただ進学校の生徒はやらされているけれども、まあ、進学校じゃない高校の生徒さんの場合はですね、それこそさっき出てきた生徒さんなんかの場合はないわけですね。はい、じゃあちょっと答え、よいしょ。やっていきましょうか。はい、ということで、この場合にはどういうふうにやるのかっていうと、まあ、複二次式というふうに言われてます。x 次乗足す1の括弧の2乗を作って、で、マイナスの x 次乗ということで、まあ、この場合には、最初の x4 乗とプラス1乗に注目して、括弧の2乗を作ります。まあ、平方完成みたいな形にするわけですね。で、その時にやるとしたら、x 乗足す1か、x 乗マイナス1じゃないと、まあ、x4 乗とプラス1は出てこないなと。しかし、x 乗マイナス1の次乗でやってしまうと、マイナス 2x 乗が出てしまうので、プラス 3x 乗という形になって、次乗マイナス次乗の形が出てこないわけですね。これであれば、次乗マイナス次乗の形でこういうふうに因数分解できますよということです。はい、解けたでしょうか。まあ、このような、解放パターンというのがあります。で、数学っていうのは、まあ、よく言われている2つの、まあ、思想があるんですけども、数学は暗記だっていう人たちとですね、で、数学は思考だというふうに言われる人たちとに分かれるわけで、まあ、これに関しては、まあ、両方です。はっきり言って両方です。で、その子の場合にはもう掛け算の九九からできないような学校の生徒ですから、もうとにかく暗記させるしかないということで、こういうふうな解放パターンがチャートとか、あるいはニューアクションとか、まあ、あるいはフォーカスとか、まあ、いろいろフォーカスゴールとかね、うん、まあ、いろいろありますよね、このパターンのやつが。で、こういうのを一冊、やるということです。それこそ前回紹介した佐賀大学の医学部、国立の医学部に合格した布施高校ですね、もうホリエモンとかの後輩ですよ、がやっていた勉強っていうのもこれです。これでやって、まず一通りパーッとやって、で詰め込み暗記一通りやったら、そしたら次に応用の方に入っていくということですね。こういうのをやっておけば、真剣模試とか、ああいうふうな全国模試に関しては、偏差値70とか80とか、簡単に出てきます。なんで簡単に出てくるのっていうと、そういう布施高校とかの生徒たちは、偏差値を70とか80にすることはあんまり興味がないんです。そうじゃなくて、数学の思考力をつけることを興味があるので、数学の偏差値が70ぐらいになってきたら、もうそれはやらないです。これはやらない。で、次の大学への数学とか、ああいうふうな思考力を鍛える参考書の方へステップアップしていきます。はい。ということで、やり方ですけれども、まあこれはチャートに限らず、フォーカスとかニューアクションもそうなんですけども、まあ、見ていただくとですね、例題っていうのがあると思います。この例題ってやつだけやってください。はい。で、例題っていうのが各1ページに1題というような感じでありますので、まあ、200題とかそこらでしょう。こういうのがですね。まあ、200題とかありますので、それを一通りぐるっとやっていくっていうことで、それをまあネット上なんかでは一周するとかいうふうに言われています。もう私は高校生の時もそれをやってました。学校で配られた青チャートを3周しました。3回ぐるぐるぐるっとやっていって詰め込み暗記です。パターン暗記するわけですね。しかしパターン暗記でやっていくとパターンというふうに倒れてしまうわけで、簡単にはいかないんですけれども、私立の理系の大学だったら通用します。だから、まあ私立の医学部とかすごいですね、今。ものすごい人気です。だからそういうふうなところを狙うっていうんだったら、こういうふうなのが有効ですよ。で、国立を狙う場合は思考力です。共通テストとか、国立二次なんかは思考力になってきますから、これじゃ無理なんですよね。
偏差値の70とか偏差値の80とかあっても全く通用しません。全く通用しません。もう本当に取れません。でわざとこういうのに載ってる問題を共通テストとか国立二次は外してきます。ですから、まあ、例えば、まあ、これなんかに載ってるパターンとしては、まあ、絶対値の問題とかですね、絶対値の方程式なんか両辺2乗すれば絶対値外れますよというような、あの解放パターンが書いてあります。ところが、まあ、地元の九州大学の二次試験の問題なんかではそれをやったらもうごちゃごちゃになってしまってもうどうしようもないから、まあ、絶対値の中身を場合分けしていくとかいうふうな、まあ、その思考力を使っての問題を解いていくようなやり方とかありますので、まあ、とりあえず思考力いいです。まず自信つけるために偏差値の70や80欲しいじゃないですか。まあ、とりあえず偏差値70や80を、まあ、取っておいて、あんまりこれで深追いせずに偏差値70や80を取れたら次のステップに行くようなトレーニングをやりましょうというようなことが、まあ、数学で大事なことではありますですね。まあ、復習になりますが、まあ、さっきの掛け算の工夫ができないような高校の生徒、もう本当にできなかったです。しかしこの子は学校に行く途中でですね、車に当て逃げされて、右手を骨折したんですね。で本人骨折していることに気づかなくて痛い痛いって言いながらも、その日骨折したまま私の授業を受けに来ました。もうそれぐらい根性あるんですよ。学校にも行って痛い痛いって言いながら学校行って、でその後学校下校して痛い痛いと言いながら私の授業を受けてですね、もう根性あるわけですよ。剣道で鍛えてるから本当には根性です。数学とか国語を上げたいと思うんですね。数学や国語の上げ方やっていきますので、まあ、国語に関しても私が教えていた子で河合塾の全国模試で、偏差値が90代全国3位、河合塾の9つですよ、全国3位、偏差値90代とかいう生徒もおりましたので、まあ、そういうふうな、もうとりあえず根性ですね。そういうやり方を、まあ、公開していきたいなというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いします。